スケールボール。じゃあ、頑張ってくださいよ。僕アンドロイドなんでね。で、まずこれは伏せて、お互いにカードを5枚で、これは謎のカード勝利の、あの勝敗のカードが先行、アンドロイド先行、 OK。 これじゃあどうしよう、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 弓打つな、どうしよう、どうしよう、分かってくれたか。俺はこれでいくぜ。弓を打つな。よし、先行、先行、アンドロイド君の先行、こいつだ、魔導士。まずは反動を見させていただく。くっそ、くっそ、やった、バトルも勝ったし、手札も見れる。じゃあ、ね、一番最悪な、これ見せて、あ、戦士出てくるタイミング分かる、超ワードなんだけど。これはもうここに置きっぱって感じ。まあ、いつでも出せるけど、うん、あの、センス出すタイミングを俺が分かる。なるほど、うん、まあ、先行だったらだけどね。次、人間の先行。こいつに、こいつに対してさ、出るタイミングにさ、超越を出せれば終わりってことでしょ。そうだよ。だよね。そうだよ。選手を先行でおぞと出してきたら、じゃあ俺、超越を出すんでってなって終わり。だよね。選手が急に使いづらくなるという。やべえ。いやー、これきついな。初動失敗したな。愚者使うタイミングミスった。愚者先行は早かったな。相手のがまだ何出すか全然わからないから。よし、じゃあこれでいこう。 OK。 私はこれです。先行からオープン。博士、博士か。平壇だね。勝ったけど、兵団の効果が博士で無効になってるから、次ここ無効にならない。無効効果を無効。そうなんだよ。チェーンされたね。チェーン1、チェーン2ね。チェーン2で無効になったから、こいつそもそも無効。なるほどな。兵団でここ勝って、ここ無効にしたらさ、もう俺ほぼ勝ちだったんだけど。まあ博士中ならな。レベル1中なって。じゃあ私の先行だね。いや、兵団無効にされたの痛いな。これ待って、こっちでこう、行くぞ、行くぞ、バトルだ。 The Beast。 弾丸だぜ。残念だったな。俺は獣で愚者の効果をコピーし、数字逆転。13より9の方が強くなっちゃったってわけなんだよな。そういうことできるね。あの、獣は相手の捨て札をコピーできる。あ、そういうことか。そう。くそー。だから俺は愚者をコピーして。本当に言葉です。俺は13より9の方が強い状態になったので、3勝。俺はもう楽勝かな。楽勝だな。俺はもう楽勝かな。だって戦士、まだって勝ち格なんだよな。勝ち格なんだよな。選手出してもいいよ。勝ち格なんだよな。ここまで選手出せないの弱すぎるな。せっかく選手めちゃ強いの、めちゃ強いなの。はい。行くぞ。人間軍の先行。グゾ。グゾ、戦士に勝利する。まあ、メタカードが腐っている形だね。内通者、ハンド交換。さらに、4勝。これはもう。はい。はい。ぬくをもらった。あ、選手は私でもよかったんだよ。それもありだったな。それありだったな。だってぬくないとさ、もう負け格だから。そうだよ、うん、それだったな、失敗したわ。じゃあ選手渡す。いや、じゃあそうするわ、うん、これこれこれ。じゃあこっち、俺はそれ、それ、お前超越さ渡すわけないだろ。そうか。でもね、だとしてもほぼ、ま、勝ちなんだよ。うん、ほぼ勝ち。じゃあ、先行、これ。どっち来てるんだ、これは。俺もほぼ勝ちだから。ほぼってか、絶対勝ちか。当然、戦士。ですよね。その通り。そして、戦士は、超越者と入れ替わる。5勝どうしてもいいですよ。私そのカード分かってますけどね。そう。そいつは兵団には勝つことができるが、戦士に勝つことはできない。完勝いたした。
ここで恨めた。ハンドル自体は悪くなかった。そうだね。ここは本当が本当創造者だったから、うん、創造者が眠ってんのはねマジでありがたかった。ここ2枚が強く使えるから、うん、反動がねあんまり強くなかったっす、ね、あんま強くなかったね。あのね、うん、偶像と戦士が一緒にいたってやるかね。でもそれ言ったら俺も兵団と歌姫そっかいたから、うん、そこはトントンだね、うん、数字の 数で言うとくっそ悔しい。じゃあちょっとアンドロイドと人間交換してもう一回やってみようか。 OK。やっぱ面白いよなこのゲームな。シンプルだな。シンプルだけどめちゃくちゃ面白い。なるほどね。なるほどね。これやばいかもね。アンドロイドの先行です。じゃあどうしよう。こいつから行こう。こいつかな。一番怖いのは初手創造者なんだよね。初手創造者って俺が下手って打った瞬間負けだから、それだけがねマジで怖い。しかも多分ね相手のハンドに入ってるカードが初手創造者を出しやすいハンドなんだよ多分。似たカードが全部相手側に行っちゃったっていうあれね。やってくんのかこの男初手創造者。わかんねえ。初手創造者やってくんのかな。いや、やってこないでしょ。動画だぞ。動画だぞ。やってきやがったー。やってきやがった。やってきやがったー。やってき、あのね、創造者に対して強く出れるカードが何にもなくて。そうでした、そうでした。あのね、創造者に強く出れるカードって、博士と、こいつと愚者、博士と愚者、この3枚。そう、この3枚なんだけど、何にもないから、すごいこれ初手で出しやすいハンドだったのはあるんだけど、まさか、言ったが。くそー。俺にこれを初手で出す勇気はなかった。性格出たね。いやあ、セオリーを信じればよかった。よし、じゃあ今もやるか。じゃあ俺